水面岐阜の里姫し心は名教止水一期一会のこの歌あげいざ通信岐阜能姫隊岐阜の2人です。
を JA 西見の養老農業祭にお招きいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、先ほど西農地区の、はい、結び屋とセンセーションの2人にステージをやってもらって、はい、そして私たちですね、そうですね、まずグループの自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、私たちから行こうか、農姫から行こうか、じゃあ、はい、はい、私たちは岐阜のあんなこと、こんなこと、こんなこと、いっぱい知りたい知りたい、岐阜農姫隊です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、りなちゃんから。はい、はい、主婦の味方、りなちゅうこと、小山りなです。よろしくお願いします。りなちゅう、イエーイ。はい、レミタスこと、尾形レミです。よろしくお願いします。レミタス。はい、みゆりんこと、ゆうきみゆです。よろしくお願いします。みゆりん。はい、ゆいにゃんこと、おかしまりなです。よろしくお願いします。ゆいにゃん。はい、はい、ということでですね、農姫は現段階ではこのようになっております。はい、それでは皆さんから見て、右側のね、カラフルな方々をね、カラフルなね、方々で自己紹介をね、してもらいましょう。はい、ソラと大地ガールズメンバーのカナティこと、望月カナです。よろしくお願いします。カナティ。はい、同じくメンバーのさきまること、姫のさきです。よろしくお願いします。さきまる。はい、同じくメンバーのさきちこと、立花さきです。よろしくお願いします。さきち。はい、同じくメンバーのまゆねこと、高木まゆこです。よろしくお願いします。まゆね。はい、ということで、まあ、いっぱいいて、皆さんから見たら、どいつもこいつも同じような顔かと思いますが、こんな感じのメンバーでね、今からまだライブ続けたいと思いますので、はい、さあ最後まで盛り上がってください。お願いします。はい、ではそれでは次の曲なんですけど、このカラフルな衣装を着ているみんなに歌ってもらいます。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、次の曲はですね、皆さんも一緒に踊れる曲なので一緒に踊ってください。次の曲はずっと出会える岐阜です。聴いてください。Thank you.
ましょう。はい、お姉様方を。お姉様方。お姉様。お願いします。お姉さん、お姉さまやだ。私まだ若いもん。年バレるじゃん。はい、じゃあここで。ちょっと待って、リーダーどこ行っちゃう。私ここよ。あれ。告知告知。じゃあ告知をじゃあねやってもらおうかな。うん。誰が言うんだ。はい、はい、お願いします。はい、今月11月3日文化の日です。イオンモール鏡ヶ原店で1時からアイドル体験が開催されます。対象を対象は5歳から15歳の女の子限定になります。はい、皆さん待ってますのでぜひ遊びに来てくださいね。イエイイエーイ。はい、続いていきます。11月の7日に鏡ヶ原市産業農業祭があります。場所は航空宇宙科学博物館で、はい、1時から私たちが出演させていただきます。イエーイよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、そんな感じですね。あのもう今日から11月なんですけど、はい、11月もねイベントがありますので、ぜひぜひあのちょっと真逆の方が鏡ヶ原っていうちょっと真逆の方なんですけど、よかったらね遊びに来ていただけたらなと思います。はい、私たちギフサンクス、おお見たかったね。ギフサンクス、いろんな岐阜県のいろんなところに、はい、でイベントしてますので、また皆さんと今日ここで会った皆さんと違うところでも会えたらなって思いますので、はい、ね、顔をね一緒の顔してるかもしれないですけど顔誰か一人でもいいので覚えてもらって、あこの間の子だって言ってもらえるように、はい、今日アピールしてきますのでお願いします。はい、ということでですね、今日はあのこうやって大人数でねステージ出してもらってるわけなんですけど、握手会がね今日、うん、それでも後でちゃんと話す。あれ今じゃなかった。うん。はいはい、ということでですね、今日ですね、ちょっと皆さん初めての方も多いと思うんですけど、実はですね、私とこの今両サイドにいる濃姫3人、 T シャツ着てる君3人なんですけど、はい、岐阜濃姫隊を今日で卒業となるんですね。はい、はい、で今こうやってお着物みたいなお洋服着てるメンバーが新生の岐阜濃姫隊になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの私たち3人は卒業するんですけど、はい、あのまた別のユニットとしてあのこういう岐阜県や、ね、東海地区で活動させていただきますので、また見かけた際はぜひ声かけていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、新生の、ね、岐阜のお姫隊ということで、はい、なんかいろいろ聞いて聞こうかな。ちょっと結構今日お時間いただけたのでステージに、あの一人一人ちゃんと話す時間とかもね、ぜひぜひねいろいろ聞きたいなと思います。誰から行く？あ、なんで、あんた違うでしょ、あんた違うでしょ、あんた卒業でしょ、今日なんで自分から違うよ、こっち聞きたいの。質問したかったのね。質問したい。じゃあいいよ、言って。あのその衣装着てどうですか、着心地は。重たいです、踊りにくいですよ。そういうこと言っちゃダメでしょ。え、でもかっこいいでしょ。かっこいいです。絵面似合うよね。やったちなみにそのどういう風で色決まったんですか。一時は着れるか着れない、マジフレッチョさん細いんで着れるかみたいな。あーそう、ね、この服サイズがねみんなバラバラでね。レミさん身長って大きいから。でかいね、私。ごめんなさい、ね、ごめんなさい、失礼な失言を。ちょっとで、ちょっと大きい眉毛にしようかな。好きな色じゃないんだ。そうですね、好きな色取り合いしたかと思った。私紫みたいな。あ、でもまた紫が良かったんです。だよね、取りました、ね、そうね、さきまるさ、さっき言ってたよ、私なんかこの間紫着るって言われた。いやね、アイドルのね色の取り合いは怖いよ。怖い怖い、ごめん、取っちゃった、ごめん、取っちゃった。紫が着たかったのに、しーちゃんが着てたやつだから、うん、一番小さいサイズを着せられて、無理やり着せられた。あの先丸すごい必死感すごいんだけど。はい、なんだ、ミューリンの後が来ちゃった、私やった。まあ、でもこうやって色のついた衣装がついてると、あのこうやって初めての方々もね、あの顔が覚えなくても、うん、あの何色の子って覚えやすいと思うから、ね、こうやってあのメンバーもこう何々担当ですっていっぱいアピールしてほしいなって思うね。はいはい、これからしていくもんね。ゆいな喋ってないけど、どうした？変わってないんです、色が。確かにね、確かに確かに
もうそれゆいなのものになってるからね、はい、完全に。そう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 、こんな感じなんですよね。黄色だったか、黄色ってこういうのがないんですよ。え、そうなの？ないんです。あ、そうなんだ、腕輪がないんだ。ないです。あら、はいはい、つけるやつもないんです。そうなんだ。それは知らんか、知りませんでした。それはなんか作らないからね。作らなくて。はい、そうだね、はい、じゃあなんかもう今日本当に今日のイベントって本当初見さんが多いと思うんですけど、先ほどからとてもお母様カゴを日よけがされてますか？すごい気になってた。暑いですよね。暑いんだよ。そうですね、紫外線はね怖いですもんね。お隣の方のお母様方もね、美しいお顔がね、ね、大事にしなきゃダメですもんね。お父さんもタオルかけてますし。ね、寒いけど日差しは強い、ね、暑いですか、やっぱり。風がそんなにないのかな。風ある？そんなに。日がちょっと強いんですよね。日焼けだけはちょっと気をつけて。あ、どうぞカゴ当ててください。はい。ね、まあそうですね、ちっちゃい子とかもいっぱいいて、今日風船とかいっぱいもらってるよね。ね、さっき持ってる人いっぱいいた。ね、もうパン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 いっぱいいろんなとこで作ってる、ね、なってて。風船どこでもらえるの？あっちアンパンマンのとこかな。あ、本当だ。なんか今日ね、ブースとかもさ、いっぱいあって。そう、あれだよ、あれ、野菜野菜売ってた。野菜どこで？あそこあっち入ってくるとき。はいはいはい。お米とか、お茶とかも売ってる。野菜とかね。ね、私あれなんですよ、最近ちょっとファンの方に、はい、まな板と新しいまな板と新しい包丁もらったんで。主婦か。すごい主婦だよ。え、なんか他のメンバー気になるブースあった？私この裏の、うん、何だった？裏っていうか、そこのたこ焼きが食べたい。たこ焼き、すぐそこだね。6個入り230円だって、はい、すごい安いね。いい匂いが漂ってくるので、多分今これ言ったからファンの誰か買ってくるはずだから大丈夫。いや、待って、待ってますね。え、他はリナチュ。リナ何なんか、ね、米を買うトラクター。トラクター乗りたいの？米乗りたい。トラクターってどこ？どこにある？あっちかな？あれ？あれ？あれ乗りたいです。あれじゃあ後で一人で乗ってください。トラクター乗りたいです、お願いします。誰に言ってるの？ね、誰に言ってるの今？聞こえてますか？聞こえてますか？トラクターの人。トラクター乗りたいらしいんです。すいません、はい、お願いします。うちの子お願いします。あ、いいって後でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあリナ今日はもう帰らなくていいか、家に。もうね、トラクターで帰ってきて。もう乗せたくないからちょっと。今日はそういうさよならです。はい、ね、他にどう、なんか他のメンバー喋ってないことかさ、気になるのあった？うどんとかもあったよね。うどんあった、200円。あ、値段200円。ちゃんと食べたいものはちゃんと見てるかな。なんか先丸あった？丸はあそこのトマトが食べた、うん、トマト？トマトが売ってて、あそこはトマトって書いてある。トマトが食べたい。はい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 。トマト好きなんですね。トマトが食べたい。トマトが食べたい。じゃあトマトが食べたいらしいのでお願いします。うちら今日朝食でね、さっきそこのねメロンパン食べたよね。いただきました、ありがとうございました。めっちゃ出来たてで美味しくて、なんかさっきファンの方もね、なんか食べてたね。食べてました、すっごい美味しかったです。いろいろね、新鮮な野菜とかもあるし、ね、あったかい食べ物もあるし、パンもあるし、トラクターもあるし、何でも揃ってるね。もう今日は多分だから、こうお母様方とかもいっぱい来てお買い物されると思うんですけど、はい、ぜひぜひこの後も楽しんでっていただけたらなと思います。お得な野菜があったらぜひ私まで。お願いします。はい、じゃあそんな感じですね。物販とかかな。そうですね、今日なんですけど、あそこの養老エノセンターっていう、あの屋根じゃないなみたいな入り口ですね。入り口のところの前のところで、はい、あ、今ね、結びがさっきやってくれた結びがガニ股でアピールしてます。はい、一人がすごいガニ股がいますけど、はい、あんな感じで T シャツとかも売ってたり、あと CD や、タオルも売ってますので、はい、
はい、あと握手会もあるよね。無料で握手会の方今日ありますので、はい、あります。ちっちゃい子とかみんな遊びに来てください、はい、もう反復横跳びとかいいよアピールが激しい。なんであのぜひあの今日初めてさんの方もいっぱいいると思うので、はい、握手会無料なのでぜひぜひ私たちのところに遊びに来ていただけて、ね、はい、お話とかしたいなと思いますのでお願いします。待ってます。ぜひちっちゃい子とか来てほしいね。そうです ね、あの大きいお友達もね来てくださいね。お願いします、はい、さあそんな感じですね。どうでしょうか。いい感じですね。さあそれではね残り2曲となりました。はい、それではですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ラスト2曲いきたいと思います、はい、1曲目は絶対プリニークラブという曲で、最後は私たちギフサンクスのテーマソングになります、うん、魔法の言葉ありがとうです。それでは皆さん最後まで一緒に手拍子で盛り上がっててください。イエーイ。2つに結ぶ